足の入れ替えのワンポイントアドバイスです。まず1、2、3、4、ここはすごくゆっくりですね。スロー、エン、スロー、エン、スロー、エン、スロー、エン。で、クイック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 。で、ゆっくり足の入れ替えをするときは、しっかりこの足を乱暴にこう置くんじゃなくて、出したらしっかりクローズ、クローズ、クローズ、クローズ。で、クイック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 っていうときは、出した足を戻すと同時に次の足を出す。ですね、これをってやるんじゃなくて、そこを体の中をしっかりこうボディを引き上げて同時に入れ替えをしてあげるですね。これがポイントです。さあ、それではみんなでやっていきましょう。じゃあ左足に乗っていきますよ。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。みんなできましたか？2セットやりますからね。はい、続いてはダブルキック、ダブルキック、ダブルキック、ダブルキック。で、そのまま4回連続キックして、4回連続キックなんですけど、このキックのアドバイスは全部こう応用で使っていただきたいんですけど、キックするときに体がこういう風に斜めにならないように、しっかりお腹を引き上げてキックしたらそれを戻す。これ連続キックするときも同じ位置に、この頭がね、こうジャンプしてならないように、ここに全部を、シュッ、オッケー、はい、ですね。それではみんなで踊ってまいりましょう。ダブルキックから左足に乗ります。せーの、ダブルキック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 、キック、キック、キック、はい、キック、キック、キック、はい、OK です。はい、OK。 はい、それではキック、キック、パドブレ、パドブレ、パドブレ、キック、キック、パドブレ、パドブレ、パドブレのアドバイスをしていきます。ここのキックはさっきのキックの応用ですね。その場でキックするんですが、場所、キックの位置が変わります。その時にキック、キックって足を、足だけを横に上げるんじゃなくて、キックしたらこのヒップをしっかり上げたところに足をキックしてあげましょう。で、キック、キックですね。キック、キック、キック、タタ、タタ、タタ、はい、全部をしっかり体のトーンを一箇所に集めてパドブレをしてみてください。はい、それでは皆さんでキック、キック、パドブレをやっていきます。5、6、7、8。キック、キック、パドブレ、パドブレ、パドブレ、キック、キック、パドブレ、パドブレ、パドブレ。はい、それではラストに全身ポイント、全身ポイント、全身ポイント、全身ポイント。で、バックしてキック、これを繰り返します。で、この時にもうここは個人個人でフリーアームだったりアップダウンを決めていいんですけど、まあここでのアドバイスとしては、ちょっと低めに前に進むときはやった方がいいと思います。ここでワンツーワンツーとかワンツーワンツーではなくて、フラットなイメージ、ズンザ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 で、ラストはワンピッキッキッ、ちょっと軽快なイメージでそこの前後を出していただけるとより強弱についていいかと思います。それでは皆さんでやってみましょう。左足に乗って、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、それでは皆さんでやってみよう。
よろしくね。